でも絶対安いと思うんですよ、家賃とか。でもやっぱり僕はあの辺の方が結構掘り出しのものが多いから、家賃2万円台あるっすよ。大丈夫なんこんなんすって。このタイヤでごまかしてるけど。でももし水がこの前みたいなマビみたいな災害で水が一発で一発目にやられると思うんですよ。歓迎って書いてある。福井歓迎っていうのあります？すごい書かれてるけど。多分ね、でも安いよ家賃。絶対伝えます。はい。もう始まってますかこれ。今言わんかったよ。何言わんかった。始まってますか。これこの前のバラック村の近くですよ。これ富士。そう。今日ね。あそこもある。ね。この前のバラック村の近くでしょ。そう。なんか立地がいいんですか。なんかそういう情報を聞いて、なんか住みたい、なんか新しく家ね。こうやって畑とかもあって。ちょっと行ってみようかな。はい。駅とかが近くにあったら便利なんですけどね。そう。でもさっき。ちょっと来た時駅みたいなのがあったんですよ、うん、パーマもかけれると思う。でも絶対安いと思うんですよ、家賃とか。うんうんうん。あそこに駅があるんですよ。うまい。俺こんなとこに駅があると思ってなかった。しかし寒い寒い。あ、これほら水原です。ちょうど電車来たよ。入れる人いるんですか。え、入れてちゃんと守る人とかいるんですか。あ、入ったらちょっとね、あ、トイレがあったっすね。カットしてもらっていい。ええ、次どうする？ああ、まあでも病院ばっかっすね。高山さん、池上さん、すごいよ、川村さん。多いね。全部自分のところの名前で勝負しますね。まあこの辺安そうですね。駅も近いですし、無人ですし。でもやっぱり僕はあの辺の方が結構掘り出しのものはあるったりとか、昔の僕関税庁ってところに住んでたんですけど、もう似たような雰囲気もあって、あ、いい感じの、うん。ちょっと行きましょうかね。寒いっすね。ここやってないんだね。もうダメですね。もうこの辺来たら分かる人いるんじゃないですか。ねえ、この原ってことですか。原旭川沿いのね。もう個人同士で話ができたら家賃2万円台あるっすよ。2DK でこの辺2万円台絶対あるっす。あそこにじゃない。あ、ほんまや、あんなとこに。すぐああやって見たら近く感じますね。うん、結構やっぱ場所いいんじゃないですか、学生さん。ほんま、学生さん一人で住むなら完璧に。調べてもらったんですよ、うん、家とか、うん、この辺安いんとか高いんとか、うん、でもなんか存在しないみたいな。存在しないっていうか。存在しない、どういうこと。存在しないっていうか、ない、ない。取り扱ってない、そう。なんでなんやろ。そうなんですよ。もう一回だけ電話してみようか。うん。ですよね。わかりました。伝えます。はい。どういう感じですか。ないっすね。ない。ないっていうのはもう、そこと、だから大体不動産にここを貸してくれとかって、その、家主さん、うん、とかからそういう依頼があって、僕ら向けて紹介したりすると。厳密的にはそういうだけ貸してくれとかそういう問い合わせがないみたいな。家主さんから依頼もねえし、もう貸してくれっていうご依頼があって僕らも貸したりするんで、まあ、直接行って話するしかねえみたいな。もうそこにどうしようその辺に住みたいな。そこまで好んで住みたい人います、ここの辺に。道が悪いっすね。もう何なんだこっちは。大丈夫なんこんなん。このタイヤでごまかしとるけど。ありな。
なんなんなんかあでも家の家って言ってる。うん家いや。そうでも家族が増えてって増やしてたんですかね。これ高さ的に川近いじゃん。そういうのを見込んでこの高さにしてるのかもしれない。でしょうね。でも土手そこだから降りてきてるんですからね。土手の下っすから見てくださいだってあれ。あそこからこうなってる家。うん。全部。下がったでもこの石で一応上げたんですよ、いいよ。うん、そうだな。水来てもいいようにしたんだよね。すごいな、崩壊してるね、これ。絶対借りれるしわし。いや、そうだよ。どこがいいんだろうね。これ5000円だよ。こことかどうなのか。踏めないし。これ全部家だったんだから、本当に。まあ、この前も来たんですけど、こっち来てなかったな。うん。家だったんだよね、本当に。いつまであったのか分からんけど、でも、ちょっとやっぱ、お手製の感じが、うんうん、まあ家ぶっ壊した感じですよね。うん、ぶっ壊すなんかもうちょっと綺麗にぶっ壊してあげた方が心どころになんか残しておいたんですか、うん、何なんですかね、うん、こっちはレオパレスとかもあるんですね。ここのエリアだけちょっとねおとなしいっていうか、こっち側ね綺麗な部屋も綺麗な部屋よく綺麗な家もあるけど、どうどうどうですか、何がなんか良さそうだな。だってあれなんだろう、水槽っすよこの時期。貸してくれるの多分電話するしかないよ、もう不動産屋で。不動産屋が個人的に行ってくれって言われたら、あ、まあ、学校とかもなんかもう屋敷みたいですね。すごいね、でもなんか楽しそうだね、眺めいいし。でも、もし水がこの前みたいなマンビみたいな災害で水が一発過ぎたら、一発目にやられると思うっすよ。うん、いやでも結構いい感じのスポットなんかもしれない。何が現実的に外国人歓迎って書いてあった、うんうん、外国人歓迎っていうのもあります？なかなかないけど賃貸でねえ、そういうところ外国人あります？隔離されてる場所になんかみんな集めましたみたいな、いろんな人種の人ですよ多分この辺、うん、あ、こたつある、こたつここ物件借りたら、ああ、ついとんだセットで、うん、最初から家具そうあるなんか最近あるっすよね、なんか家具付きの、うん、なんでなんだ、まだどうなるんですかね、そう、なんかグラフィティがすごい書かれてるけど長いっすもんね、すごいっていう流れですか、伝わらないかな、いやこれもすごいよ、ツバメの巣があるこんなところすごいだって水が来たら一発でやられるんですよ、うん、さっきの家も若干下に石みたいなのを立てて、うん、でもバカですバカ向こう側じゃないですか、うん、だってね一番の決め手は歩いてこうやって普通にまっすぐ行って道も平らな道がほとんど少ないんですよ、うん、でね、こんな草みたいなのがあれば急に蛇が出てくるかもしれないしなんでここに2回も来たのかちょっとよくわからないいや、見たい言うかその視聴者の皆さんが見たいって言うんだったら頑張っていきますけど、多分ね、でも安いよ、家賃絶対外国人ウェルカムウェルカムってなかなかないでしょ、ねえ、これ、まあ唯一この辺がなんか景色がいいというかね、全体が見えるというそう、まあ、住んでる人も全然いますからね、うん、まあ昔住んでたところに似てます、あ、ちょっと懐かしいなっていう三角の冬っていう関税庁だったんでね、懐かしいなっていう、まあでも不動産屋も届けがないって言ってたんでちょっと長い目見ようかなと見ようかなと思って、うん、この前とやっぱ雰囲気が違わなかったですか、まあね、ちょっとすっきりしてる感じするけどね、僕は倒してたから全部、こういうとこ他にもあるんですかね、だったらもう僕の多いと思う、なんか結構年々こういう場所が増えてきてるみたいなね、いやそろそろもう2月3月ぐらいにちょっと家変わろうかなと思って、はい、マジで探してるんで、
いいとこあったら、なんか面白そうなとことかあったら、安そうでええとこあるんじゃないのっていうのあったら教えてください。こういうとこに何でも行けっていう視聴者さんもしいるんだったらぜひ教えてください。怖いとこばっかりじゃなくて。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。